はようございます。おはようございます。はい、今日の、ゼミでは上野千鶴子先生をお招きして合同ゼミをしていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、では緑色の資料を配っていると思いますので、一緒に確認をしていきましょう。今日のゼミ目標としては、教室から始める MeToo ということでやっていきたいと思います。これまで、授業の中で取り上げてきた3冊の本に対して自分の考えたことを自分の声で納得するまで質問ができて、こう続けていけたらいいかなと思っています。考えてほしいこととしては、本日のリサーチクエスチョンに書いておきましたが、課題図書3冊について、その時々のいつ、どのような出来事が、何が作者にその本を書きたいと思わせたのかということを捉えられるように、皆さんは質問をしたりメモを取ったりしながら、授業を聞いてほしいです。そしてそれぞれ質問があると思いますので、その質問への回答から何が分かったのか、それをいかに自分の言葉にできるかということを、ゼミの今日の、目標にしていきたいと思います。はい、では上野先生の、紹介です。前に座っていらっしゃる上野先生です。東京大学名誉教授、認定 NPO 法人ウメンツアクションネットワークの理事長でいらっしゃいます。皆さんが読んできた本の他にもたくさんの本を出版されていて、そして大学、大学院、海外の、大学までも、たくさんの教育をされてきた先生です。ではその先生を囲んで今日は一緒にゼミをしていくことにしたいと思います。はい、まず一冊目です。ちらっと自己紹介させていただきます。はい、お願いします。おはようございます。おはようございます。上野千鶴子です。自己紹介代わりに、私の今やってる NPO のパンフレット持ってきましたので、お出番します。見てください。それで私は皆さん方が島森先生に強制的に読まされた本の著者です。でこの本を若い人たちがどんな風に読んだか、この本の書き手っていうのはいつでも読者の反応に興味があるものですから、のこのこ招かれて出てまいりました。よろしくお願いします。拍手。資料にも示しておきましたが、1990年の7月18日に NHK で放送された番組があります。これが上野千鶴子1990年のアダムとイブ第1夜、失われる男女の境界線と書いてあります。上野先生が欧米で起きている新しい男と女の関係を取材し、今後の観光、日本の今後を考えるシリーズ、女性の社会進出が進むスウェーデンとアメリカで男性と同等に働く女性の姿を紹介と書いてありますね。で、1990年代というと、簡単にですが、女性の、働き方に関係する法律ができた、これは後で見ておきましょう。ということで質問に行きたいと思います。それではまず1人目の質問お願いします。学年と名前を言って質問を言ってください。3年生の国富奈千佳です。本の29ページのアメリカには祖母がベビーシッターをやるという選択肢はありませんと書いてあったところから質問をしたいです。90年代のアメリカでは祖母がベビーシッターをやるという選択肢はなかったとありますが、祖母ではダメだったのには、当時のアメリカでどのような考え方、背景があったからなのですか、教えてください。はい、質問ありがとう。なちかさん、
なんでこの質問を思いついたの？日本では今の日本では、家族身内の人が手伝うのは当たり前というかそういう考え方があるのに対してアメリカではそういう考えはなかったのかな。ちょっと待った、なちかさん子供の時におばあちゃんに育ててもらった？育ててもらってはないです。面倒を少しの間面倒を見たりとかはお願いしてましたが。なちかさん将来自分が子供を産んだらお母さんに世話してもらうつもりでいる？いないです。ほら、そうじゃん。ということはアメリカの90年代は日本の2020年代になってんじゃん。なんで祖母力が期待できないんだと思う？本にアメリカのような競争社会では年老いた親を抱え込むことをマイナスファクターにしてしまうような社会と書いてあったので、当時はお年寄りへの理解が少なくて邪魔な存在として扱われていて、その存在に頼ることは恥。世話しなきゃいけない年寄りは邪魔だよね。でも元気な年寄りって便利だよね。だってうちでベビーシッターやってくれるし、主婦やってくれるしさ。で、働く女にとっちゃ祖母力ってすごい楽だよね。で、それが期待できない理由は、もう役に立たないぐらい余裕になってるから、年寄りが。だってそのなちかさんが将来親に子育て頼めないと思ってるのはどうして？やっぱり自分、小さい時は自分で育てたいっていう思い。ああ、そういう理由？だって使えるもの何でも使ったらいいじゃん。ばあさん役に立つよ。だってばあさん使えるのはまず第一に近くにいるってことが条件だよね。近くに住む？いや、住まない。でしょ？だって例えば電車で1時間とかね、車で何時間とかのとこにいたら頼めないよね。で、まず近くに住んでる可能性が極めて低い。アメリカではそもそも同居をしない。同居すると一番便利だよね。元気なばあさんで使えてあるよ。で、じゃあまず遠くに住んでたら、離れてたら使おうと思ってもばあさんは使えない。これが大事だよね。もう一つ理由考えられない？他にも思いついた学生さんはいませんか？はい、じゃあマイク回しましょうかね。こういう時になられるって、その方がさ、誰がどんなこと言うか分かるから。はい、座ったままでいいよ。4年の国分と言います。国分さん、OK、はい、はい、私は外の目の関係あるのではないかと。外の何？外の、人たち、周りの人たちの目も関係あるのかなと思いました。日本、アメリカ、どっち？どっちもと言いたいんですけど、やっぱり日本の方が。どんな目？やっぱり日本は昔から3歳になるまで自分で子育てしろって言われていたり、自分で育てる傾向が多いので、すみません、祖母に任せっきりにしたりすると、周りが怠けているだろう、そういう目で見られているのではないかというふうに思ってしまうのではないかと思いました。なるほど、考えたね。国分さん、昔っていつ？そうですね、団塊世代とかそこら辺ですかね。私団塊世代で、あなたたちの倍のものが3倍ぐらいなんだと言ったんだけど、じゃあその私たちの世代はもうだってばあさんと子供たちとってすごく遠くにいたんだよ。だって私たちはさ、田舎からみんなはあと都会に来た人たちの子供なんだからさ。で、その前どうだった？その前農村に住んでる人たちは。そうですね、その前だと多分若い人たちが畑の仕事とかをして、おばあさんたち、おばあさんやおじいさんなどのちょっと年を召した方たちは
あの家でもできることとかやってたり、あとはそれが元気な人たちはその若い人たちと一緒に農村あの畑耕せたりするのではないかなと思います。国分さん大当たりだよ、はい、大当たり。昔のその中昔っていつ頃かっていうと1950年代、あのあなたたちのそうだね、じいさんばあさんのもう一つ上の世代は子育てはね、じじばばの仕事だったんだよ。ということは畑で役に立たなくなった人たちの仕事で、あの外で仕事ができる人たちはみんな出払ってて、お母さんがさ、じゃあ弁当作ってね、農家の主婦が弁当作ってお父さんに弁当渡して、私は子育てするからお父さん朝行ってらっしゃいなんていう農家の主婦いるか、いないよね。そうだよ。で、団塊世代が子育てを女がやってたのはなぜかと、ばあさんいないの、遠くに離れてるの。同居してたら使えるよ。もう一つ他に理由考えられない？国分さんちょっと考えたけど、昔がちょっと最近すぎたね。もっと昔まで考えようよ。ということはさ、今の国分さん 大当たりっていうのはさ、その昔からもう一つ昔と今の間って、その間30年ぐらいずつしかないんだよね。え、ということは割合簡単に歴史でコロコロ変わってきたってことじゃない。で、アメリカの90年代が90年代生まれてないよね生まれてないよね、みんな。あ、90年代生まれ、20世紀生まれて何人いるの。20世紀生まれみんな21世紀生まれ、2001年から21世紀なの。2000年までが20世紀。みんな20世紀まで、最後の20世紀までだ全員20世紀までなの。嘘でしょ、もう21世紀まで。一番下が1999年。あ、じゃあ20世紀までか。あ、そうなの。うん、まあそうなってみると、90年代でアメリカで起きてたことは、まあ、90年代から約30年だったよね。30年で日本で普通になってきた。一世代で変わるよね。他に理由考えられない？思いつかない？福さん頑張ってるよ行こうぜ今ちょっと思ったのがバブルかな。バブル世代かな。どういうこと？違ったかな。バブルだとばあさんが手伝う？わかんない。じゃあ実際に、子育てをしている学生さんにちょっと聞いてみましょうかね。はい、社会人で学生をしています。あ、若いと思います。で、ここに来てる間は子供は誰が見てるの？保育園に。あ、だよね、ばあさんじゃないよね。でも近くに主人の実家があるので、よくお世話になってます。それはその子育ての手助けのためにわざわざ近くを選んだ？いや、夫の仕事の都合で。夫が、うん、はい。で、今質問されていたその祖父母が参加しない、子育てに参加できない理由として、他の家庭を見てて考えられることは、祖父母もまだ現役で働いてるっていうのがあって、まあ、私の、義理の母もまだ仕事をしながら協力できる範囲で助けてもらっている。今64です。だよね、65まで働いてるもんね、はい。ばあさんも働く女になっちゃったの。いい？ばあさんうちにいると思っちゃダメだよ。そんだけ時代変わったの。一世代ですごくない？だからアメリカ行ったの、わざわざ。まあ、アメリカで外国行ったの。日本がこれからどう変わるかっていうことを先取りしてる社会があるんじゃないかなと思って。冬のみさん納得した？はい、うん、ありがとうございます。で、なちかちゃん、あなた自分のばあさんだったらどうする？
ナホスが手伝う？働いてなかったら手伝います。働いてる働いてない？働いてないです。働いてない？60代だったら働きたくない？働きたくない。そんな余裕のある暮らしでできると思う。それに自分のね、収入があるっていいことだよ。好きにお金使えるよ。人の顔を見なくていいよ。でもまあそのばあさんのあの時のことまで想像できないよね。できないです。はい。これが付着した。はい。ということで第1問はここで、終わって次の質問に行きたいと思います。はい。じゃあよろしくお願いします。3ページの最後の2行に書かれているところのアメリカのように核家族化で親族の援助を期待できないところでは夫の協力が不可欠なのですというところから質問させていただきます。と同じように核家族化の進んでいる日本ではコミューターカップルが実現しているのに90年代のアメリカでは実現できなかった要因は何だとお考えになりますか？教えていただきたいです。ひらきさん、質問ありがとう。コミューターカップルを日本語で言ってみて。超簡単な日本語あるよ。誰か思いつく？が思いつく人。誰か、お母さん言い出さなかった。じゃあお願いします。なんか日本の夫婦よりも、まあ、イメージなんですけどアメリカの夫婦の方がそういう愛着行動みたいなのが多いので、そういう距離を置いていろんな恋ができないことが原因だと思います。河瀬先生、どう思う？で、平木さんはそれになると思う、今の為替術。そうですね、そのイメージではやっぱり日本よりそういう行為が多いのかなと思うので。みんなどう思うかな、賛成する？
私の用意してた答えも為替説に限りなく近いです。日本の夫婦の相互の期待値が著しく低いから、だから夫婦が壊れない。セックスしなくても夫婦でいられる。それからアメリカの夫婦は夫婦単位で行動する時と場合がすごく多いよね。で、日本は夫が出てるところにいつもくっついていかないよね。で、まあ、そうすると離婚率はアメリカの夫婦の方が高くて日本の方が低いけども、それは日本の夫婦がうまくいってる証拠かい？とは限らないよね。どっちが好き？どっちの夫婦が別れてても決起で持つ夫婦とちゃんと相手に、ちゃんとセックスも含めてちゃんとした関係維持しないと持たない夫婦と どっちの夫婦になりたい？もし自分その時に子供がいたら、経済的な面もあるので、その関係が壊れていても続けていたいと思うんですけど、もし子供がいなかったらそういう愛情表現とかがないのだったら、もうお別れして。子供のために女があなたを犠牲にするの？でも子供が小さかったらやっぱりお金もかかるので、養育費もみとったらいいじゃん。じゃあ子供がちっちゃかったら我慢するの？セックスで詰まっても、で夫が単身赴任先で何してるか分からなくても我慢するの？もう耐える妻をもう今から要求してるの？耐える妻呼びる？
納得した。はい、はい、じゃあありがとうございました。はい、それでは最後の、質問に行きましょう。はい、じゃあお願いします。3年生の川瀬未来です。よろしくお願いします。本の94ページの最後4行目から、アメリカの離婚制度は父親から子供の父親でいる権利を取り上げてしまうのです。アメリカでは女性には母性本能があるという偏見があります。女性はいい母であるか悪い母であるかに関係なく、母親であることで子供の意見が既得権として保障されていますというふうに書かれているところから質問させていただきます。90年代のアメリカでは離婚後の親権が男性から取り上げられてしまうというふうになりますが、男性のどのような点に問題があると考えられていたからなのでしょうか。教えてください。ちょっと川瀬さん、自分の推論を先に言ってみよう。ちょっと私黒板使うよ。女性の方がやっぱり母性本能で子供を大事に育てるっていう考え方が定着していることで、男性に養育権を与えるよりも女性に与えた方がいいっていうのが一般的になっていたんじゃないかなっていう。平木さん、母性本能ある？あ、私ですか？あ、ごめん。あ、川瀬さん、母性本能ある？今はまだないです。本能って生まれながらに備わっているものごと本能って言うんだよ、うん、今はないの。本能ってそのうちできるもんだな、後でなんか状況に応じて出てくるかなって。まだ子供を持ってるわけでもないので、うん、大人になって子供を持って自分の愛情を示せる相手が、あ、子供が目の前に生まれたら本能がパクッと生まれる。うちに秘めてる本能が出てくるかな。子供虐待するお母さんは、まあ、いるよね。はい、います、うん、その人に本能ないの？弱いかもしれない。本能の強い弱いは何で決まる？本能って生まれながらに備わってるもののこと言うんだよ。そういったら女なら誰でもあるもんが本能っていうもんじゃん。強い弱いはあるはずないじゃん。確かに。じゃあ本能じゃないよね。本能じゃないよね。だって赤ちゃんがあった時、男も女も初心者じゃん、ね、で育っていく過程でと思って学習するよね。だって子育ても学習じゃないかい。見た途端にわーっと母性本能って湧いてくるもんかい。そんなことないよね。あの人に聞いてるわ。見た途端に母性本能湧いてきた？見た途端に出てはないですね。だよね。最初も猿みたいにくしゃくしゃだしね。あ、そう、あのね、制度が違うの。アメリカはね、ジョイントカスティっていうね。で、これね、共同親権っていうの。で、日本はね、これはね、単独親権。で、離婚したら、日本は母か父かどちらか片方が全部持つの。で、日本では、ほとんど母親が親権を持ってるんだけど、それはじゃあ母親が父親から親権をもぎ取ったかというと、これも歴史見ると面白いからね、さっき彼女が言った国分さんの昔の昔、私たちのまだ上の世代の時には、1950年代戦争を負けてたしばらくの間、単独親権は全部持ち入れた。で、60年代あたりからこれが徐々に逆になって、うん、今はほとんどこう感じるようになって、で、なんでこうなったか、母にもし母性本能があって母が
んでか子供は家の子だから。でこの当時ね、この当時の離婚率すごく低いの。それはね、女が食えなかったからだけじゃなくって、離婚するということはすなわち婚家を子供を置いて出るということにしたの。だってお母さんは子供と離れたくないじゃない。子供大事じゃない。だから子供と離れたくないという理由で婚家に我慢したということ。で子供が一人前になるのを見て見届けたから出てくるっていうのをやってたこと。でところがじゃあ60年代からさ、こっちにどんどん変わってった理由は何？これ60年代ってさっきさ、あの国分さんが言った核家族化ってのを見てた時代で、じいさんばあさんいなくなったんだよ。この時にさ、親父が親権取って親父が不死家庭やったと思う？親父不死家庭なんかやんないよ。親父子育ての能力なんかねえから。で誰が教えてた？親父のお母さんを育てた。だって家で、じいさんばあさんのある間は親父が真剣でやるとしてたんです。でじいさんばあさんいなくなると親父はやすやすと真剣手放しちゃったの。わかりやすくない？超わかりやすくない？だから親父は不死家庭やろうなんて意欲も能力もなかったの。で今だって真剣の争いを真剣にする親父はほとんどいないよ。簡単に手放す。で簡単に手放すって何かってこうしてやってるわけ。でも親父の責任は本当はなくならないから、養育費っていう方を払う義務があるんだけども、一方の親父がさ、まず離婚するときに養育費の取り決めをするのが7割ぐらいで、その養育費の取り決めをして毎月毎月送る約束するじゃん。どのぐらい続くかちゃんとね、こういうことをね社会学者調べてるけど、だいたい半年から1年ぐらいで、ね、だんだん魔導になって途絶えるの。で再婚したらアウト、送っとこなくなる。新しい家族のが大事だから、ちゃんと養育費送っとこなったでしょ。だからそうやって親父はさ、権利も義務も捨ててるわけ、日本では。でじゃあアメリカどうだったかっていうと、アメリカジョイントカストリーで共同親権でやるんですよね。でそうするとこれは離婚しても親父は半分ちゃんと権利があるわけ。だから合わせろっつうの。で面会権っていうのもすごく問題になってるよね。で今ね2010年代の日本は今アメリカに近づいてきました。だからあなた方がさ、1990年代のアダムとイブなんて自分が生まれてない時代のもんなんか、こんな古い歴史的なもんよく選ぶよねって、私も忘れてるのにってびっくりしたんだけど、でもなるほどね、30年前の本を読んでみたら外国の状況に日本が近づいてきたっていうのは、今日本の男何やってるかっていうとね、面会権を導入し始めたので、そういうことをやってる人たちはどういうことを主張するかっていうと、父の権利どんどんってやってるので、そこで書いてあるのはアメリカで当時90年代起きてた父の権利運動で、この父の権利を主張されるとろくなことが起きないから、この父の権利を奪おうと、ちょうどアメリカの女性運動とアメリカの男性運動が激突してた時の話で、今日本はね、この状況が今起こりつつある。でじゃあなんでこんなこと起きる？なんで男を父親を面会権に要求したい？子供愛してるから、子供の顔見たいから、子供抱きしめたいから。で親父に面会権主張されるとどんな困ったこと起きる？どんな困ったこと起きる？親父の動機は何？誰か意見はありませんか？じゃあ隣に回して、私の喋った子ちゃんとねメモってね、名前書いてるから名前覚えるけど、喋んない子は思わない。
情報とかラインチェックではないとは思います。ではラインじゃあ何だ、なんか父を見てて私は愛してるから会いたいって思う可愛いもんです。正直なところただ会えなくても私の父は一人で多分行っていくと思います。何、親父と別れたの？いや、父子家庭って言います。あ、そう、はい、親父に愛されたって覚えはないの？あんまりないです。あんまりないの？でも育ててくれたの？一応、はい。学校もやってくれたんだよね。はい、うん、学費も出してくれたんだよね、はい、それを私は愛情だと受け止めれなくて、父のプライドとかなんか義務かも。義務果たして立派なことじゃん、親の義務果たして。まあ、そうですけど、愛情も欲しかったです。私はそうか、一緒に暮らしてるけど愛情じゃない、うん、そうか、じゃないかな。それもあのプライドとかにつながるのかっていう周りに、はい、離婚しても私は父親をやってる、あの娘息子を愛してるみたいな形上だろう。しかし日本は強いと思います。私はじゃあお父さんパフォーマンスでやってるのか。今はそう感じてます。でも大変だよ、子供育てるって。ご飯食べさせて、ね、教育を与えて、こんな可愛い子に言いましょう。そこはでも責任だとは思います。義務感は、まあ、もちろんあると思うけど、義務だけでもないと思うけどね、うん、それとも、でもお父さんでも同居してるんだよね、はい、で別居してるお父さんが面会費に主張するのはどうしてだと思う？それ義務？それは自分がどうして働いているか意味を生み出すため、養育費を払っているのは自分の息子娘のため、あと自分の子供の成長を確認するため、うん、まあ、確かめたい。じゃあ義務感プラス愛情、求める人は多分あると思います。面会権っていうとさ、会いたいという親父とさ、会いに行く子供と両方がいるので、ね、そうすると会いに行く子供の方は会いたがるかどうかっていうと、そうするとお母さんはあんまり会いたくない。私はあんまり会いたくない。あんまり会いたくない。お家の中でも緩和しないようにしてるな。してます。そうか。子供があんまり会いたがらないってことなんだよ。でそれでも、まあ、ジョイントカストリーは権利だから、ことを主張する法的な根拠がアメリカのパパがあるんだよね。でじゃあその面会権を行使すると何か困ったことが起きる？親父が権利だから行使するって、しかも養育費払ってるから。首振ってみる。面会権を主張したらどうなるかってことですか。あの子供がせっかくその母親がその子供を引き取って、どういう理由で離婚したかは分からないですけど、あとで別れたのに子供を自分が一人で育てていくって決めたのに、その前の父親が現れるとまた子供が動揺したり、その動揺したりするっていう、自分の子供のこれから育てていく上に上で介入してほしくないっていう母親の気持ちが現れることもあるのかなと思います。面会権を主張されると母親は嫌だよね。それはもうはっきりしてる。子供はどうだろう。会いに行く子供、子供はよくその
父親に何かされたとかいうのなければ会いたいと思うじゃないでしょうか。まあ、でも離婚ってやっぱ夫婦関係がうまくいってないから離婚するよね。で仮にさ、子供がまあ10代になってて、お父さんとお母さん別れるけどどっちについてくって聞かれたら、父親選ぶ子供ってどのぐらいいるかな。子供が自己決定できる年齢になってたとしてさ、で大体まあほとんど子供に選ばしたら子供もお母さん選ぶんだけど、つまりその間に長い間その夫婦関係が破綻してる間にもうその夫婦を両親を子供を見てるからね。でお父さん選ばないっていうお父さんとの関係が子供との関係においても、うまくいってないから多分お父さん選ばないじゃないかな。だからお父さんに子供の側に愛着があれば子供が喜んで会いに行くだろうよ。だから会いに行った子供にどんなことが起きるだろう。気持ちが動揺する。うん、一つは、まあ、そうやって DV とか受けてきたお母さんは夫のこと悪く言い続ける、 悪く言わないと離婚しないからね。離婚しても仲の上カップってあんまりいないので、でそうするとそういうところに子供が行くときには子供にすごいストレスたまるよね。でそうすると子供の気持ちが不安定になるっていうこともあるし、今度は別れた親はどうするかっていうと、その時限りだから子供の関心を物やお金で買おうとするんだよね。でそうするともう何でも欲しいもの買ってやったりっていうふうにして、子供の教育を母親がちゃんとやってる時にそこに介入が入るってこともある。それから90年代になってね、恐ろしいことが分かりました。それは何かって言ったらね、家庭内性的虐待で、別れた夫の時に特に娘を送り出すと帰ってきた娘が非常に不安定になって、何かあってどうしたんだろうと思ったら実は性的虐待を受けてたっていうこともだんだん分かってきた。で、そんなところに人見悟空のように子供差し出すってやっぱ親としては やれないじゃん。そんな怖くて、でちょうどそういうそんなことがお家の中で実の親がやるわけないでしょって言われてたの、そういうタブーがねどんどん暴かれてったのが90年代だったんだよね。家の中の闇っていうのがねどんどん見えてきた時代だった。でそれで女の人たち、アメリカの女の人たちは男の権利をできるだけね、もうシャットアウト、お前に権利主張するなって言い始めたわけ。ジョイントカストリー制度だから。でそしたら男の方で俺らには権利があるから権利ちゃんと保持させろって言って、この葛藤が激烈になっていった時代がこの時代で、今それと同じ状況が日本で起こり出してきている。で日本に父親の権利運動っていうのが起きてきて、面会権よこせ、養育費払ってんだからっていう父親たちが、ね、現れて法制度を変えようとしてきてる。そっちの方に行った方がいい。それでね、面会権よこせ、養育費払ってんだからっていうのは、これをひっくり返すとどうなるかというと、面会させてくんないなら養育費みたいに自分も払わない、簡単に変わっちゃうのよ。でちょっとまあ私は男を悪く言い過ぎるかもしれないけども、いろんな経験や運動の経験から言うと、おっさんたちが権利要求するとろくなことがないで、それなくても女の人たちやっとの思いで自分たちが権利獲得してきたり、奪われた権利を取り返そうとする男たちが日本でも出てきて、そうか、90年代はのアダムとイブは今や2010年代の日本になってきたのかって、ちょっと私は皆さん方のおかげで再発見をしました。はい、ということでですね、
回でとりあえず川瀬さんは納得しましたか、質問の答えを。どうしたらいいでしょう。日本でこの単独親権で日本は世界的に見てとてもレアなケースなんだね。でこれ離婚後も夫婦は夫婦にはなくなっても親子は一生親子だからジョイントカストリーに変えようっていう法制度の改革を要求する声があるんだ。それやった方がいいと思う。で、ハーグ条約って聞いたことある？勉強してる？いや、それはそっちの鈴木さんのお姉さんは大人だから知ってたんだけど、ハーグ条約の勉強は島森先生は教えてくれなかった？私はそこら辺は教えて、ね、社会福祉は他の先生が教えてくれた。あのね、日本の国の中でも例えばさ、DV の妻がさ、子供連れて逃げるじゃん。で、それをね、国境を越えてやる。国際結婚した妻が国境を越えて自分の子供連れて逃げ帰ったら、それを国際誘拐罪で告訴するのよ。どうする？で、この条約を日本が批准するかどうかって今大揉めに揉めてる。どうする？賛成する？反対する？有権者だよ。で、これ国内でやっても DV 妻が子供連れて逃げたら誘拐罪。すごくない？ええでしょ。ええだよね。でもこれをね、法制化しようという動きがね、保守系の一部の親父の間に今あります。で、これが男女平等、夫と妻って父と母は同じ権利、権利主張するのはちゃんと義務を果たすよね。非常に現代的な家族の問題に踏み込んで、お話ができてよかったと思います。これで1冊目の、90年代のアダムとイブの、授業を終わりたいと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございます。